はい、メディバルダイナスティ、友達と2人で、うるせえ、まあ牛ですね。まあ動物園らしくなってきたよね、カジ。なってきちょたっとね。ずつ。ああ、だけやっど、ぱりね、ま大だ、きい動物がいるのはいいね。あ、そうね。まだ完成には至らなかったね。まあそうだね、見た感じね、こここの、らま辺、だ。資源がやっぱ多すぎる。足りないね。まあ、ここら辺はちょっとゆっくりやっていくとして、まずね、せっかくもうこうやって動物が溢れ返ってきたから、馬よ、馬。馬馬をだ買いね。に行こう。うん。もう今ね、それ以外にも羊とかも買い出したし、豚は、豚かわいいし、あとさ、ヤギも飼ってなかったかな。まあいいや、とりあえず、馬。馬買いに行こう。馬だね。金はもうあるはずだ。あ、いた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 。いたぞ。ああ、ここか。これだ。あこれ意外と見落としてたな。れ？あ、今回色がだいたい。あ、4060。はい。ちょっと俺金ねえんだよ。いや、俺の代わりに金出して、そう買っか。てくれよ、この馬。ちょっと待ってくれ。俺金ねえんだよ。今お金遊作っぶてく金れなんかねえんだよ。た。でもさっきもね、お金あげたんだけどね、もうすぐお金使っちゃうから。もう1メディバルダイナスティに多分1金出せって言われてるってこと。でも最近なんか言わなくちゃいけないのかなって気さえしてきてる。あるよね、そういうのね、なんかね。俺基も本なんか、そう、言われない、俺お金持ってるんだけどなっていつも、ちょっともじもじするもん、お金貯まった瞬間に。言われるかもしれん、身構えちゃうもん。はい。おお、8000コイン。分かってるじゃねえの。ちょうど買えるじゃねえの。そう、ちょうど買えるぐらいね。一応まだね、売れるけど、とりあえず。とりあえずね、もう日が暮れちゃってるからね。あ、今買えないか。あ、いや、いけるいけるいける。ちょっと待って、モクさん4000いくつって言ってたよね。あ、ギリギリ買えるんじゃね、これ。そじう。ゃあ俺とお金の金額違うんだよね。いくらになってる？3481。お前が買えよ、お前が。俺が金持ってどうすんだよ。やばい、ちょっこういう時とはあれかも稼いしだやつが買うもんだろ。おれない。おっ前がきいよ買え。ね。これは逆に俺が今、おい金出せよっていうタイミングだったのに、あれだった。俺がよし。乗っ取ってしまっじゃた。あ、消えた。オスとメスね。オスとメス。OK。なんか今回あれなんだよな。色違いがいないんだよな。いつもね、結構いろんなバリエーションあるんだけど、全部同じ色だったね。多分こいつも売りに出すんでしょう、多分。こいつもそうだね。お肉にして捌かれて、誰かの胃の中に入るかなるほど。行っ大丈夫だ。たわ、馬。お前ならいける。ああ、そうだ。かわいいな。俺じゃあ、牝馬、乗るわ。鞍をつける。よし、これでついたな。これで私たちはついに、馬に乗る存在となる。あ、いい長押しだね。はえー、全然ちげえ。おう。速さちげえ。あ、いた。ちょっとね、3つほどプレゼントがあるんすよ。3つもあるんすよ。ちょっと楽しみだ。あ、喉渇いてたのね。そう、今ちょっとね、喉乾いてたから今、井戸開け渡してもらおうかなと思って。よし。いいっすか？まず1個目がね、蹄鉄って何か分かりますか？蹄鉄？馬の足蹄につ鉄。けるやつだね。へえ。で、これを装備させることによってスタミナ低下が抑えられるっていう。まずこれ、大型ポーチ。おお。そしてやっもうた。1個が、どれだ？うわ、積水量上がった。これだ。素朴おお。な大型リュック。
なんと今までの装備からこれに切り替えることで17キロも多く持てるようになるという。あ、これ横のやつか。そうそう、2つつけられるからね。本当だ、やばい、一気に80キロまで持てるようになった。そう、これが最強装備。やった、ありがとう。いいでしょう。うん、めっちゃ荷物、めっちゃ丸太持てるこれで。じゃあもうその中にまた鉄ナイフいっぱい詰め込んできなさい。行ってきまーす。あ、早いわ、やっぱり。早いっしょ。全然違う。あ、すげえ、全然違う。うん、すげえ、さっそうとまた金を稼ぎに行ってしまったから。金を稼ぎに行くサラブレッド。じゃあ俺、あ、そうだ、うちの息子がね成長したんだよね、オズワルド。そうだそうだ、おう、うちのオズワルドも成長してちょっと大きくなったんだよ。7歳になった。まあ、あのこのゲームを知ってる人だったらもうこれでどれだけ裏でプレイしてるかっていうのが分かるかなと。あ、なるほどね。これなんか最近さ、マジで裏でやってる時間の方が収録時間より長いよね。長いね。明らかに長いよ。うん、多分倍ぐらい違うと思う。そんな気がする。ちょっと火事がいない間に私は一軒建物をでも建てちゃおうかなと。結構ね、建てられるものも増えてるので、今回は事業、これだ、まず大工小屋。今回は、まあ、基本的にはいろいろな建物を建てていこうかな。そして装飾もなるべく合わせて、まあさっきの動物園の状況からしても資材が足りないってことは全然あるから、可能な限り作っていこうかなと思ってるんですよ。で、まずはこの大工小屋からポコッと置きたい。これさ、あの前回配信の時にカジが作ったさ、ちょっとした村の一角の横にちっちゃい建物を置いていい？いいよ。なんかね、パッと見ね、管理小屋みたいな感じで意外と調和取れてるかもこれ。ちょっと作っとくわこれ。あ、出た出た、メディーバル名物、子供どもの格子。こいつら並んで歩くのよな。危ねえぞ、こんな急勾配君たち歩くんだ。なんか滑稽な登り方してんな。出た出た、久しぶりに見たこの光景。よし、ともかく大工小屋できました。まあ見た目は結構質素なんだよな、大工小屋っていうのは。で、ここで働く人が出てくると、この大工小屋ね、あの家を勝手に修理してくれるから、いつもうちはさ、あのシーズンの頭に家直してたりするじゃん。直してたわ。あれも村人が勝手にやってくれるようになるっていう建物だね。ありがたいっしょ、これ。うん。オズワルド。ハロー。なんてことを言ってくれるのかな。誰かに邪魔され、ん？されないなんて簡単さ。一週間体を洗わないんだ。そうすれば人は勝手には慣れるでしょう。でも臭いから誰かにバケツの水をかけられたら終わりだけどね。若干言ってることがなんかちぐはぐな気もするけど。お風呂には入った方がいいよ。風呂好きだよね、カジね。いやもうね、一日一回は絶対入らないと、もうダメなタイプだね。あ、そう。俺ね、特に家出なかった日入らないとかあるよ。全然ある。いや、たまにいるんだけど、まあ分からなくもないけど。でもねっていうのはある。めんどくさいのよな。いや、もったいないと思わないからな。でもその風呂、湯船に使ってる15分とかの時間を使えば1分分の編集はできるんだよ。それはね、そうなるけど、日々に追われてる人間の主張。それはあれよ、その生きてる人間として考えたら、こうそれ以外にも結構無駄なことというか、まあやらなくてもいいんじゃないっていうことが増えちゃうから。まあそうだね。そう、そこを入れちゃうと YouTube ショートを永遠見続けるとかね。そうそうそう。帰ってきたんすね、お父さん。帰ってきましたよ。
見てこの背中、もう体全身汚れてるのこれ。ちょ、いいから金出しな。あ。なんか最近今回、おお、苦しゅうない。これぐらい。苦しゅうない。苦しゅうない。はい。頑張ってきました。いやなんかあの最近当たり強いなって収録終わったら反省してるからさ。なんて言えばいいんだろうね。もう別に嫌いではない。あ、そうなんだ。なんかね、そっちなんだね。なんか求められてる感はあるからね。いや別に求めてないよ。大丈夫大丈夫。いやでもお金も。いやなるほどね。求めてなくてお金ね。お金さえあればいいということね。お父さん、お父さんこんなことで尺使ってる場合じゃないんだよ。違う違う、そうだそうだ。お父さん、あのね、今度お父さんに風車立ててもらおうかなって。よし、また一仕事ね。一仕事。任せて。あ、ここに大工小屋作って一応置いといたから。これね、まあ特に何も他は置いてないけど、これ大工小屋ね。はい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 。じゃ今度あのお父さんが風車を好きな場所に立ててくださいよ。風車ね。これだ。結構でかいんだよね。はい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 、結構でかいから。え、ここがいいよね。ちょうど。割と目立つよ。地図上アクセス可能な配置領域に配置する必要があるだから、ここがピンポイント。え、ここじゃないじゃんもう。でね、あの風車のその羽の部分がね、どっち側に見えるかは意識して立った方がいいと思う。これが逆だとね。あ、そうだよ。どっちだそれ。どっちがいいんだよな。え、どっちがいいんだけど。あ、でもこうか。どっちが羽ついてんだこれ。じゃあここに置きます。お。あそこまだわかんねえんだ。まだわかんない。そうだ。あ、でもここだな。うん、ここ。あ、やばい話してたらできちゃったね。あ。できちゃったよ。すごい。できちゃったよ。できた瞬間、あれだ。中にも。中すごいでしょ。うん、中すごい。見て。あ、あ、ごめん。あ、意味なかった。あ、見て。いきます。中。そう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 。見て、出れない。そっちかい。そう。こっちからの景観がやっぱね。こっちの方がゴージャス。あ、よかった。やっぱ正面。そう、正面これ。そうね。うん。これいい、ね。いいわ。え、これちなみにさ、なんか動かすと動くの？あ、動く動く。おお、見たい。動くけど今ね、働ける人がいない。あ、なるほどね。まず人を探さなきゃってなるのか。そう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 。オッケー。あ、いや待って。いや、あっちだな。あ、違う。これがこうだから。で、あれ建物もう一個建てるんだっけ？ん、あ、ん、いや、なんかやりたいことがあるんだったら、なんか急に火がついたなと思ってしばらく見とこうかなと思ったんだけど、なんかあの釣り小屋作り以来かなり熱が入ってきたよね。なんかね、急にこうこういうのがいいなっていうのが頭にファンって、あー、いいことだね。ようこそ沼へ、ようこそ。それ俺的にはね、やっぱそっちの方が、なんかやってると嬉しいというか。そうね。やっぱ装飾が一番の醍醐味だからね。うん、おー、結構できたね。結構ね。結構やったね。うん、やった。ビフォーアフター違いすぎて、もうなんか家庭お互いだんまりでやったからさ。やってたね。一気に吹っ飛ばしちゃったよ。意外とこれがね、見栄えがね、良かったから、まあ、結構置けるところは置いてっちゃったんだけど、生け垣はやっぱいいよね。うん、これがでかいわ。そうで、ちょっとね、ここね、俺の一押しの見てこれ。いや、雨なのよ、かわいそうなの。雨なんだよ。いや、ルドちゃんじゃん、娘じゃない。あ、本当だ。ルドちゃんがかわいそうなことになる。そう、ちょっとね、そう、こういう感じでね、子供とかがこう、なんだろう、小売りしてる風の、うん、なるほどね、作ったのよ。ちょっとごっこっぽいような感じ。そうそうそう、はいはいはい、作ったのに、なんかね、俺が見るといつもね、大人たちがここで休憩してるからね。そうね、早い者勝ちだからね、椅子は。うん。そう、タイミング良かったけど、
雨っていうのもちょっとあって、あれだな、かわいそうに見えてきちゃうな、ごめんな。屋根とかあればよかったけど。うん、いや逆に雨だからこそ、あの最後の最後で映えがちゃんと確認できるっていうのもあるね。で、あれが引っ越し先ですか。そう、よくこうね、めっちゃ安いようにね、ちょっと横のやつが石じゃなくて枝に変えたんだけど、まあ、多分動画見てくれてる人は途中からでいきなり何を言ってるんだって感じなんですだと思うんだけど、まあ、ちょっとずっとね、狭い場所だと映えないので、最後の最後はお互い住みたい家を作ろうっていう話をちょっとしてたんだよね。そう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 。で、それがここか。え、あ、まだ見ない方がいい？まだ見ない方がいい？いや、言うてね、そんなにないよ、まだ何にも。ああ、うん、ちょっとまあここら辺の完成が最後になるだろうからな。要塞じゃん。ちょっと性格出てる、性格出てる。要塞作ってるわ。うん、これが立った時にはね、ちょっとこう良くなるんじゃないかなとは思ってるけど、でもこの、ね、この大きさの家自体もね、初めて建てるからどんな感じになるかは、あ、そうね、マックスサイズのやつね。そう、まだ想像できないからね、うん。そうだね、上からちょこっとちゃんと出ればいいけどね。うん。しかし性格出るな。多分ね、出ると思う。あの、多分みんなより俺の方がね、多少家事に関しては知ってるから。幾度となくね、ああいう感じのをね、うん、他のところでも作ろうとしてたからね。うん、そうだね。いや、ちょっとそれはって俺何回か言ったもんね。そう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 。で、まあ、俺の方もね、何もしてなかったわけじゃないから、ちょっと。そう、全くね、見てなかったから、うん。そう、お互い見ないようにしたからね。そう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 。こっちのね、ここ登って、ここ右に道作ったんだよ。これ先行っていいよ。あ、なかったね、そういえば。あ、おお。あ、なにこれ、なんか、正面に、この正面にある家。うん。あれちっこい家だよ、普通。あ、これ別に俺の家じゃない。うん。あ、すごー。ここ、まあ、ちょっとね、隙間はあるんだけど、ここ市場ですね。これ、売り場っていうのがあるんだよ、メディーバルダイナスティ。で、今ちょっとね、人手不足すぎて、日本みたいに。うん。誰も置けていないんだけど、まあ、ここで働いてくれれば勝手に物を売ってくれたりするようになるんだよね。そうなんだ。あ、すごい、これ。あ、いいな、これちゃんと。そう、実は僕もちゃんとやってました。うん、すごい。なかなかおしゃれ。そう、まあ、ちょっと隙間あるからね、そこら辺ちょっとランタンとかでどうにかしたいけど、まだ物資があんまないからね。で、そうね、あとね、あと一応俺の家の方もちょろっと見るか。特に何も変わってないんだけど、うんうんうん。まあ、私の家はあれだね、まだ作ってないけど、ここ、あ、この、まあ、ここは最後に、あ、このまっすぐ、これさ、配信中に確かカジが勝手に置いたんだよね。な、そうそうそう、これで、それをくぐり抜けた先にここが私の家だ。お、まあ、まだ全然作ってないけど、はいはいはい、うん、こういう感じになるから、まあ、これは最後に、もう最後の最後にお互い作って見せ合って、今日で終わりだね。あ、終わりが見えちゃったね、ついに見えたね。さてさて、残すところあと作りたいものはね、まあ、さっきお互いちょこっと見た家と、うん、もう一個ね、まあ大したことではないんだけど、酒場ってのができるから、そこだけ最後に一緒に作りたいなと思うんだよ。いいね。で、この売り場のこの先、うん、ここのエリアに酒場を置いて、ちょっとした賑やか空間、これから作ってみよう。ほう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 。このくらいがいいかな。このくらいで置こうか。おい。これで、なんかこう、市場で買い物した後、お酒を飲むみたいな。で、この前の方に座席とか置いてさ。あ、この辺ね。そう、ちょっとみんなが集まる空間みたいに。うん、しようかなと思うんだよね。ありあり。シーズン1、2、3ではもう思いっきりロールプレイをしてたんだけど、まあ、こんなメタ発言していいのか分かんないけどさ、うん、この時はね、だいたい奥さんをここで働かせてたイメージだったんだよ。あ、酒場で？酒場で。
めちゃくちゃ楽しかったんだよな。なんか酒場を作るといつもなんか思い出すな。酒場ってなるといつも思い出しちゃう。あーやっぱいいな。ハッと消してみると本当にいいわ。このゲームハッと消してやるべきゲームだわ。ほんと今更ながら思うけど、めちゃくちゃねいいよ。ハッとUI HP とかそういう、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいよ。お父さんもう全部が円になるもんこれ。モコさんごめん、あの板が足りなかった。あ、板まだある。あ、あるあるある、板ある、あるある。ハッと消してるけどいける、いけるいける。そうなるとレティクルとかもないから超見づらいけど。うん。あ、できた？ハット消してるから分かんないから。あ、できたできた。うん、めっちゃ綺麗。うん。だからちょっとさすがにプレイしづらいから今は戻そうか。うん、え、これあれじゃん、テーブルにクロスつけられるじゃん。うん、え、何それ？あ、知らね。あ、こんな今までなかったよ。しかも本当や。本当や。しかもちょっと汚いし。なんかいいねでも。あ、そうだね。味があるよ。あれ今までこんなんなかったよ。これも新しいね、微妙に。こんなことできたんだ。いいよ、作って。あの、雨織物はね、あるから。倉庫から出せる。どれにしよう。で、ここら辺は酒とか作れるんだけど、ちょっとまあ、今回はね、そこまで突っ込んでできないかなという気はするんだけれども。多分ここら辺こだわり出したら、もう1週間動画投稿が遅れちゃうから、さすがにそれは罪だと思うので。いやー、良きかな、良きかな。いけてる？あ、いけてるね。あー、つなげたんだね。テーブルを。つなげた。あー、なるほどね。あ、ぴったり綺麗につなげ、つながったね。そう、でも本当はね、もう一個大きくしたかったんだけどね、なんかね、三つ目はちょっとダメだった。あー。なんかね、バランスが悪くなってて、そう、二つでいい。二つでもまあまあ、よかろうと。なるほど。オッケー、これでちょっと華やかになったかな。あ、いいね、続々と人集まりだして。なんかやっぱ酒場集まりやすい気がするんだよな。ほんとだ。うん、ちょこちょこ集まってきて。うん、いいね。もうね、人数50人超えてるから誰が誰だかさっぱりわかんないけどね、もう。あー、いいね、いいよ、いいよ。素晴らしい。マジ構え絵になるわ。どこに俺が紛れてるのかわかんないぐらいだったこれね。まあリュックが見えちゃってるけどな。よく見えるとそうだね、確かに。今思った。一人だけまだバリバリ仕事中だわ。そうね。でも発行もそういえばあれからってもういつだ。遠い昔から変わってないのよな、あんまり。そうだね。そこら辺もちょっとまあいつか見とかないとな。うん、また雨だよ。せっかくいい天気になったと思ったらまた雨だよ。始まった瞬間も雨だったのに。まあいいか、最後の最後は綺麗な状況になると思えば今はもうこれで我慢するか。確かに。まあ僕の家の方は割ともう完成してるとも言えるので、やることはシンプルなんだよな、こっちの方は。果樹園です。これ今までやってこなかったのはここに作りたかったからなんだよね。引っ張ってたんだけど、これをこのエリアに作りたいんだよな。で、この先が私ん家だから。ただね、ちょっと果樹が育ちきるまで動画収録できるかというと、何やら果樹今日も体調が悪いらしいので多分無理なのは申し訳ないんだけども、4×4、4×16、結構でかいな、このサイズ。あ、結構でかいかもこれ。この辺はね、これでいいのかな。天気悪すぎてよくわからないけど、これがまあ果樹の地帯で、ここに種を植えればいいんだよね。ただ私今種何も持ってないから、これまた買いに行かなくちゃいけないな。またお金が飛ぶけども。あ、いたいた。これだ、これ。さくらんぼの苗木。これが欲しかったんだよね。あと、甘種子とか。
以前はこれで大儲けできたんだけどな。で、こういうのも売って、で、苗木。あ、これあれだな。以前ね、果樹園の苗木って結構高かったんだけど、これ明らかに安くなってるわ。あー、金稼ぎが難しくなった分、ここでなんか相殺されるような感じになってる。苗木や、めっちゃ安い。よし、帰ってきたぞ。これで植えたるぞ。ね、どうしよっかな。結局全部植えられるくらいには持ってきちゃったんだけど、やっぱビール好きだからホップからいくか。ホップを、これで植えられるんだっけ。ほい、こんな感じで、うん、ここら辺がちゃんと育てばかなり見栄えは良くなるんだけど、まあ2年ぐらいかかるからちょっと厳しいかな。まあちょっとまた改めて見れる機会は作りたいなとは思ってるけれども、うん、まあこんな感じで。お次はリンゴ。ここら辺もシンプルだな。ポンポン置いていくだけだな。で、洋梨。洋梨に洋梨。安納梨。ふふ。まあ、ぶれない方がいいかなってちょっと思ったから。そうね、正解。で、最後は梅。これも、てか暗いからよくわからんな。はい、こんな感じで、ちょっとわかりにくいけど、種を植えたら、あとはまあ僕の方は家を建てるぐらいかな。まあ概ねちょっとここら辺はシンプルにしたいなとも思ってるから、サクサクっとここは建てちゃいます。あら、かわいい。羊、ヤギ、ヤギ、羊、子羊一列になって、動物たちもだいぶ賑やかになってきたけど、このね、このね、羊のね、毛が、この毛がレアすぎるからちゃんと取っておきたいんだよね。これがあると、ランタンが使えるようになるんだよね。これをちゃんとめんどくさがらずにやるのが大事。君も、狩らせてくれ。君の毛をいただかせてくれ。ちなみに、狩ったら、ちゃんと見た目剥げるの？剥げるよ。あ、お、あ、そうか、知らないか。そう、見たことないんだよね。確かね、ワンシーズンに一回かな。やれるから、やってもいいよ。さて、建築に戻りますかね。まあ、この夏のシーズンに完成させたいな。これが秋になっちゃうと、ちょっと枯れた感じが出ちゃうから、このうちに、夏のうちに、あとまだ3日あるから、全部終わらせようと思います。これね、やっぱり必要な資材めちゃくちゃ多いね。屋根板20枚とか、なんかもう全然覚えてないけど、今までで最大の必要数だわこれ。なんかやっぱ多いよね。多い多い、めっちゃ多い。でここに、でここに、あ、全部引いてんだ。なんか今状況が想像つく。全部に引いたんでしょ。いいね、すべての床スロット。あ、もぐさん、これちなみに家によって断熱ぶち込むやつ違う？ああ、いや一緒だよ。あ、一緒。え、その木材か適材かで変わる。木材は漆喰、漆喰は粘土と藁。粘土と藁ね。そう、それを、納屋で作る感じ。オッケー。作った漆喰全部よし。そう、結構消費するよ。うん。とりあえずは完成だな。と、私はこの上だけあえて石灰石を入れないデザインにします。まあこれがベースとなって、もうちょい手を加える感じかな。まあまず外側だよね。ここの上の部分に確かレリーフがつけられる。あ、そう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 。これを1個つけたい。あとのレリーフをつける。地味。
で窓のところにはやっぱりプランターを置いてある。まあ他にもいろいろつけられるんだけどね、ちょっとこれ一択な気がするんだよな個人的には。でここにプランターを置いたら、ここにやっぱ華やかさは西洋音切りかな、やっぱこれが最強だよな。これを両方につけてあげるとね、もうこれだけで全然印象変わるよね。で扉も変えられるので、この装飾板とかをアンロックしてこれをつける。で家の中だね、ここら辺もいろいろやれることは多いから、熊の毛皮ラグこれは絶対だ。で壁にもいろいろつけられるんだけど、まあ、まず食材、はい、これも夜になったら多分明るくなるのでしょう。でピンメリもちょっとフラワーリースのヒンメリが買えないので、花のヒンメリ台へ。うん、こんな感じで。あ、日も暮れてきたね。明かりがつき出した。あ、ついてきた？あ、ついてきた。ほんとだ。で、これ弓をうまーく回転させれば、避けてやることができるんだよね。あ、できたできたできた。こんな感じで。はい。これはいずれ息子が使う分という妄想のもと2個つけました。まあ大体こんなもんかな。俺も大体 OK かも。 OK。 じゃあちょっと残りは次の日明るくなってからお互いというか村全体軽く確認して、まあ、こんな感じになったっていうのを見ていこうか。これで終わりだね。そうだね。うん、そうだね。めっちゃ声かぶったね。あ、かぶった今。さあ新しい我が家だ。そしてオズワルドだ。もう UI 消してるからわかんないけどね。ちょっと今回シーズン4めちゃくちゃ影薄いけれども、さあじゃあちょっとなるべく伏せ目がちに進もう。さあじゃあ最後にまあ僕らが作った村をサクッと確認していきましょうか。うん、そうだね。あのあんまりこう苦労したとかそういうのを売りにしたくないけどさ、うん、め、うんうん、めっちゃ時間かかったね。まあ確かにかかったね。うん、なんだかんだ多分かかった時間に対して作れてる動画の数の少なさっていうのはちょっとあるんだけれども、まあでもこれをね、うん、まあメディやったことある人だったらね、分かってくれそうな感じをしそう。まあそうね。じゃあここのクマチャレ前で集合で。オッケー。ね、まあここら辺に関してはおおむね家事が作ったんだよね、この道。この辺はそうだね。まあ俺もポンポン建物を置いたりとかはしたけども。そうだよね。俺ほとんどここ、何もやってないからね。まあちょっと石灰石入れてる場所入れてない場所っていうのがあるし、まあ、ここら辺もともとの私たちの家だったけど今もう空き家です。越しましたか。空き家になっちまったよ。空き家になっちまった。この風呂も今日でお別れか。なんかこれはこれでなんか趣ある感じで、むしろ石灰石入れない方がいいのかもね。いやでもね、旧母屋みたいな。そういい感じよね。ね。でこう進んでいくと、いやいいね、狭い道っていいよな、なんか尾道みたいな感じ。うん、いいね。こう進んでって、まあ、調理場とか鍛冶屋とかあって、まあ、ここら辺の家の配置とかも主に鍛冶が作って、あ、であっちが鍛冶の家だ。そうだね、分かりやすい。この流れできたからちょっと鍛冶の家先に見よっか。いいよ。でこっちには入り口がちょろんと、ちょっと周り、置いてあるものは少なかったりしますけど、まあでもここまでこれだからね。うん、でも逆にね、いいんじゃないかな。ここがあって手前からごちゃごちゃしてない感があって、うん、シンプルに、うん、入り口から見てみた感じの方が結構いい感じになるかな。なるなる。こっちから見た方が、ああそうだね、うん、こっちから見た方がいい感じだね。うん、入ってすぐねごちゃってしてるよりかはねいいと思う、こっちの方が。そうだね。結構入っていくと、うん、
どうしよう。あ、先に動物園の方見るか。いいよ。ちょっとあの、正規ルートじゃないけど。うん。でね、ちょっとね、動物園はね、あまりに資材が足らなさすぎてね。若干柵が、若干できてない場所が。あるんだけど、この辺りはまあまあまあ、そうね、ここはむしろ家事が作ってたエリアだよね。うん、もうなんかほんとごっちゃごちゃ、わあでもすごい動物ごちゃごちゃエリア、いい、ね、あのそう触れ合い広場みたいな、そうそう子供ももう来ちゃってるから、うん、裸足でね、うんこ踏むよ、はいどうもっていう感じのエリアがあって、こっち側には蜂を飼ってる養蜂所とか、まあ家もちょこちょこあるんだよね。あるね。で、こっちの方が、私がちょっとやってたんですけど、あまりに資材が足らないので、少し柵が不十分でございます。ここだね。ああ、ここね。はい、ここ、ここ。いやね、あの、多分ね、いった200超えるんじゃないかな、ここだけで。まあ、今だったらもしかしたら作りきれるかもしんないけど、ちょっとここだけは本当ごめんなさいで、ここ馬小屋なんだけどね。まあ。馬もおらん、ここに今。馬おらん。みんなおのおの勝手な場所に呼んでるからね。そうだ。あ、じゃあここに呼んどくか。うん、せっかくだ。入っといで。今だったらそこから入れるぞ。まあ、ちょっとこれはね、しっかり直した部分はまた改めて見てもらいたいなっていう気はするんだけれど、今回はちょっと、うん。これでね、また完成までやるとね、また動画投稿が3、4日遅れるっていうね。うんうんうん。という感じで。でもこういうちょこちょこ、花の畑とかいいね、これね。これね、もっとね、いろんな場所に置けるポテンシャルはあるからね、この花畑。以前はね、あの特に花飾るとかっていう概念がなかったから、あれしかなかったんだよ。だからあれをうまく駆使するしかなかったんだけど、まあ今は別にケシじゃなくてもいいっていうね。で、じゃあ次カジの家見るか。最後が私ん家になっちゃうけど、あれや、なんか要塞化してるぞ。やっぱり分かる、一目見て分かるようにね。要塞だ。作ったよ。これか。そう。だいぶ高いんだね。こうしてみるとタッパが。あ、そこ上げされてるタイプか。すごい高かった。下がね、うん、浮いて、あ、入れそうで入れないんだけど。そう、下が結構空いてるんだよね。ここにも松明が。そう。これね、夜になるとね、もう。うん、あのもうピッカピカになるから。木造にしたんだ。木造にした。そう、あえて、そう、多分石にしよう、そう、モンさん石にするかなと思ったから。ああ、差別化を、うん、そうで木にして、うん、そうで木にこのなんだっけ断熱材入れて、そうだね、多分しっくりね、この家、うん、ここしかないんじゃない今思ったけど、しっくりまでちゃんと入ってる家はそうだね、ここだけかも。そうだよね。あ、ちゃんと置いてある。唯一ゴミ置き場とかね。そう、ゴミ置き場。生ゴミ置き場とかも置いといていいかもね、ここら辺に。あ、置けないか、ね、斜めだから。そう、多分ね、置けない。そうなんだよな。全然置けなかった。あの、俺の大好きな、あの、洗い場置けなかったもん。え、中も入っていい？いいよ。お邪魔しまーす。まだ子供寝てる？え、起きてる。めっちゃ敷き詰めてるね。いやまあね、俺と言ったらやっぱクマかなと思ってね。ああ、そうだね。そう、これでもかっていうぐらい、多分倒したか、何、数分だけ引き詰めておいた。よく戯れてたもんね、動画外でも。うん、もう見えてないところでもクマとやり合ってたもん、ね。そうだよね、うん。そうなんだよな。どれだけ動画に収まってるかってのも、俺もよく覚えてないからな。クマとの記憶が。戦いの記憶がこの家に刻まれてるわけね。そう、すべて集約されてるから。あ、自分で剥ぎ取った皮が並んでるのか。
そう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 いうことで、はい、まあこんな感じで、うん、はい、そう、あとこれね、びっくりした、これ開け閉めできるんだね、この、あ、そうそう、窓できるね、そう、窓をびっくりした、これつけた時に、そうそうそう、今回ね、俺の方はね、つけてないんだけどね、こうやってみたかったもん、開けてこうやって朝だーっていうのね、よくあるよね、あはは、もう一回やって、朝が来ました、おはようございます、おはようございます、閉まるんじゃねえか、あー閉まったよ、次行きますか、オッケー、ここら辺もそうだな、道どっかで繋がってもいいかもね、こっちの方、そう、あのね、こっちが酒場なんだよね、酒場エリア、うん、不便だった、そうね、ここら辺後で改良してもいいかもね、さらに、うん、なんかもう最終回とか言っときながら後で言っちゃってるけどでここは酒場エリアだ ね、 ここね、やっぱこの感じはいいよね、いいね、もっとランタン置きたいよな、うん、マジでランタン置きたい、もう本当に夜でここだけ異様に明るい光景を作りたいもんな、ね、わかる、で裏には市場があって、なんか金を持ってそうな家もあって、まあ市場といっても今人全然いないんだけどねね、全然人がいないっていう、人が来てくれるエリアで、でこっちさらに進むと風車があって、でこの左側確か、あの前回の配信中に火事が作ってた場所だよね、これここはほとんどノータッチだったから、あでも細かいのがあれになってる、あ子供どもがいっぱいいるよ、子供どもがいい、ね、あっちらこちらに、ほらほうけてる、ハローバイバイナイスト、ここいいよね、俺結構好きなんだよな、なんかこのこじんまりとした、なんかよくあるよね、あのドンつきで行き止まりのなんたらレジデンスみたいなさ、うん、そう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 、そのイメージでしょ、そう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 、もうここはこれは、ね、一つの区間として出来上がってるっていう、全然ありだよねこれは、あもう子供どもがね、子供ども、今うちめちゃくちゃ今なんだ第一次ベビーブームだからね、いっぱいいるね、うん、あの日本と真逆の道を歩んでるから、うん、ではまあ、こっち側が、まあ、ここら辺はちょいちょい出てきてるけど、畑エリアだね、畑だね、畑エリア、まあ、ちょいちょい出てるからね、まあ、サクサクっと進んで、でここが私ん家ですね、ちょっとね、あのあなんかすごい、あなんか増えてる、そう、あのこの両サイドは果樹だね、ポップとか、おーおーおー、これが果樹なんだ、あ本当だ、初めて見た、ちょっとねここら辺もまだ育ちきってないですけど、多分これ2年ぐらいかかるから、さすがに動画に収めるのきついということでご了承ください、ねね、2年はきついで、まあ本来の入り口はここだね、あ先行っていいよこれね、あじゃあちょっと失礼して、これいいよね、これ果樹がポンポンポンって置いて、いい、ね、あそのまま使おうと思って、うん、でここが私ん家ですね、まあ両サイドには召使い的な家がこうポンポンとあって、うんほうほうほう、で、まあ、ここにはこれあの全然わかんないけど、これ桜です、桜の苗をこの両サイドにこれかやってこう、そうそうそう、植えて置いてある感じかな、さくらんぼ、さくらんぼだね、まあでも桜の木よ、あ桜の木になる感じで、うんうん、でまあ正面はこんな感じ、まあ、ここら辺は多分作ってる途中の様子が動画で、収まってると思うんだけど、で中入るとこうで、ちょっとねあの若干暗いのがネックなんだけどね、私にじゃあこんな感じですね、もういい、うわこれいいな、そうこの弓、このかけられる感じがいいよね、あこれは ね、 いいね、そうおしゃれなんだよ、生活感が出るよ、でここら辺も石とかいろいろ飾って、飾ってある、金メリとかも置いて、こんな感じだね、あれだね、あの、うん、窓多いね、うちと比べると、あそうだね、うん、性格の魚ありだな、吹き抜けがいっぱいあるっていうのもいいよな、そうだね、俺窓つけなかったんだけど今回は、うん、本当はねテーブルとかも置きたいんだけどね、置けないからね、あそっか、なんか変だなと思ったら、そうだテーブルとかがないんだ、そうテーブルがないんだよ、まあ
こんな感じですね。はい、じゃあちょっと出ましょうか。どうかな、ちょっと足早すぎたかなっていう気もするんだけど、あ、じゃあちょっとカジここら辺に立ってもらって、ここにいようかな。あ、そうだね。いやー、カジさん、はい、改めましてですけど、俺多分ね、やろうって誘った時、あの2月いっぱいで終わるからみたいな感じで言ってたと思うんだよね。あー、なんかねそんな感じだった気がする。ごめんなさいね、なんか結構長々と付き合わせて、多分動画収録外でも相当一緒にやってたから。いやいや、でもね、やっぱね、うん、あのちょっとね大変かなっていう時もあったけど、うん、やなんだかんだね裏の作業もやってるのも面白かったからね。そう、それはね、もうクラフトゲーの醍醐味なので。カジもクラフトゲー初だもんね、うん、マイクラとか覗いたらほぼ。そうだね、だからもうマイクラも全然やってないから、これを機にね、なんかこうクラフトゲー面白いなみたいな感じに目覚めてもらえたらちょっと嬉しいなっていう感じだね。正直で、うん、こう他のやつとかもね、うん、興味はあるよね。ただまあ一人でやるときにはちょっと大変そうだなっていう、まあ、2倍かかるってことだもんね。そうだね、うん、まあそれを毎日のように俺はやってるんだけど。まあともあれともあれ、一応もう今回でメディーバルダイナスティのシリーズはシーズン4は終わりということで、長いこと、結構長いことお付き合いいただき、カジさんありがとうございました。いやいや、こちらこそ本当に楽しい時間をありがとうございました。ありがとうございました。はい、それじゃあ、まだちょっとね未完成な部分とかもあるので、ちょっとカジさんの両端にある桜の木とかね、またちょっとこれが咲いた頃に、桜の木が咲いた頃に会えればなとも思っております。またその時は少しばかりお付き合いいただければなと思います。番外編ですね。まあこういったところで終わりにしようかと思います。また桜が咲く頃にお会いしましょう。お疲れ様でした。まあもう今年の桜は散っちゃってるけどね。